ード。まずこの立ち上がりです。この半田の立ち上がりのピッチングです。改めてこの半田のピッチングいかがでしょうか。そうですね。まあ、力強い三振を取れる投球ピッチャーということで、今後が非常に楽しみなピッチャーでしたね。三者連続三振、このシーンが映っています。そして先制したのがこの加藤のこのセンターオーバーのタイムリーです。この加藤のバッティング、改めてどんな風にご覧になりますか。そうですね。状況に応じたバッティングというか、まあ、瞬時に判断する能力と、はい、またそれを実践できる能力、非常に素晴らしい野球センスといいますか、はいはい、素晴らしい選手だと思います。そしてこちらはこのセンターの犠牲フライ、田村のこの打席のシーンです。しっかりとこの場面も犠牲フライでランナーを返してという形で追加点。そしてこのシーンはこのワイルドピッチとなりまして、一つこの3回というところがポイントになってきましたかね。そうですね、まあ、本当に、ね、1、2番が塁に出てかき回してクリーンアップで返すという、まあ、理想的な展開ではありましたよね。はい。そしてこの田村のこの打席、タイムリースリーベース、これでリードが7点に広がります。そしてこの長岡東の怒涛の追い上げ、最後は岡久がマウンドに上がって抑えてというシーンです。11対4で札幌新琴音が勝利を収めまして、準々決勝に駒を進めています。準々決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合前はどのような気持ちでいましたか。ずっと怪我してて、これが実戦初復帰だったので少し緊張はあったんですけど、まあ、自分のできることを最大限にやろうっていう気持ちで試合前は臨みました。で、4回までヒット打たれてないなっていうどこか頭にありました。いや、あんまり、まあ、今日は球いってるなぐらいで、あんまりそういうのは意識せずに投げました。意識せずに、はい。で、5回にヒット打たれた後、ベンチに帰って、まあ、監督になんかそのヒット打たれたなみたいなことを言われました。いや、特に何も言われなかったです。特に言われてないですか、はい。で、今日のピッチングを振り返ってですね、良、はい、かったところはどこでしょうか。ストレートで押せるっていうのと、カウントを取りたいときに取れるっていうのが今日一番良かったかなと思います。で、次に向けて修正するところっていうのはありますか。やっぱり無駄なボール球が多くなってしまい、まあ、球数が多くなってしまったので、そこは次修正して最小限でいいピッチングができるように頑張りたいと思います。で、最後ですね、相手チームの反撃にあってちょっと追い上げられましたけども、ベンチでどのように見てましたか。まあ、みんないいピッチャーなんで抑えてくれるだろうっていう信頼感はありました、ね。じゃあ最後に、準々決勝に向けて意気込みをお願いします。結果もこだわるんですけど、それよりも自分たちがどれだけベストを尽くせるかというところを意識してみんなで話し合ってやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。